おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の問いです。と今日はチュートリアルですね。えー、前回サイコロだったので、えー、サイコロの次のやつですねと。ラブメーターというのをやっていきたいと思います。はい、ちょっと画面を切り替えますね。と画面はですね。とこれですか。 はい、と今このプロジェクトのマイホ,、うん、ホームページということでマイプロジェクトが並んでますが、まあ、前回のダイスがあって、まあ、名前を付けて保存しましょうの例みたいなのでこの太郎さんっていうのを作りましたがこの並びをずっとやってきていますでもう少しで終わりなんですねでマイクロチャットこれ無線で話しましょうってこれも結構面白いですでこのラブメーターっていうのをやりますこれでもなんか手をつないだ時に反応するっていうぐらいで 出てる値は、あの乱、乱数です。まあ、サイコロをやったのを受けて、出てます。これは今、サイコロを触っちゃいましたね。はい。とあ戻りすぎました。と、ラブメーターをしていきたいと思います。で、まあ、恒例になりました。ちょっと親子の掛け合いの動画の時間だけ見ておきましょうか。これは25分ぐらいですね。になっています。はい。 結構だからまあ見ながら親子でワイワイやるにはこの動画見ながら英語のまま同じようにするっていうのももしかするとマイクロビットの使い勝手が分かってくると案外ありなのかもしれません。で、えー、まあこのブロックのプログラム入っていきます。なんかこれチュートリアル順番にやってるとちょっと脱線しますがなんかこの辺りも見てみたくなってきてなんか来週の月曜日ぐらいからちょっと Python マイクロビットを Python でやってみましょうみたいなシリーズでチュートリオルを追っかけて Python バージョン、JavaScript バ,バージョンしながらちょ,ちょっと見てみたいなとか思ってきました、はいと。すいません。で、ブロックに戻ります。で、ここは英語なんですね。愛情メーターってなってますが、アメイクアラブメーター、ラブメーターを作りましょう。ハウス w e ットとても面白いよみたいな感じですかね。と The microbe is feeling the love, feeling love. Uh, then,、uh, sometimes,、uh, no, t so much. あ、う、の、ん、ちょっとこの英語、<laughs> 英語力が低いのがバレちゃいますけど、uh, フィー、microbe は feeling できるっていうような感じですかね。えー なんか英語が出てます。ラブ。まあこういう動きするんですかね。まあちょっと見ていきましょう。はい。で、愛情マシンを作りましょうと、愛情メーターを作りましょう。端子がタッチされたらというブロックで、触ったら分かるようにしましょうということです。で、端子には番号が012とついていて、 三つですね。で、これは三 V って書いてあるので、三番じゃなくて三ボルトっていう電気が流れる電圧っていうのがかかってます。まあ電池、乾電池二個分ぐらいの。うん 強さの電気が出ていますで、これがその乾電池でいうとお尻の平らのお尻の部分ですよね。0V を合わせていて、こことこことの間が電圧差が 3V ありますよということです。まあ電圧差が 3V ありますよっていう話になると、もう中学生レベルなのかもしれません。まあ乾電池2つ分ぐらい。ここがまあ乾電池2つ分ぐらいだと思ってもらったらいいです。で、タッチされた時にいいコードを実行するようにしましょうと。うんと。だここを触ったっていう。 まあ、タッチセンサーとか言ったりするんですけど、触った瞬間に動くようにしましょうということで、入力端子の P0 を使用します。P っていうのはポートの P なんですね。ポートっていうのは港で、まあ、あの船が出入りするっていうイメージで、ポート、港っていう、日本語にすると港の0番ということになるんですけど、まあ、こういうコンピューターの世界ではポートで P っていうのを当てますので、P0 ってなってます。で、ここでは、 このブロックですね、端子の p0 がタッチされたときっていうのを引き出してくださいとで。これは入力の中にあります。これを出してください。これを出してですね、と次へ行きましょう。で、数字を表示で乱数。このあたりは昨日サイコロでやってますので、数字を表示。これですね、乱数っていうのは数字なので、数字を表示です。で、計算の中にある乱数を出してですね、 えー、100 0から100%ということで0が出たらかなりシ,ショックでしょうね愛情メーター0ですよって言われるのでちょっとその辺りのダメージを気にするんだったら30からとか50からにしてもいいかもしれません、まあ、こんな風にしましょうということです で、シミュレーターで0をクリックして、どの番号が選ばれるか確認してください。番号っていうか、この、どの乱数、どんな数字が出るか見ましょうということで、ここを、と0をクリックして、あ、出ましたね。18月んですか。12。100は超えないですね。49。59。7。1桁だったら止まって出てくるんですね。 2桁だと流れていくつが出たかわからなくなっちゃいます。まあそういう仕様っていうかそういうプログラムになってます。で、5番。で、えー、開始するときにラブメーターと表示しましょうということで、どうするかっていうと、この最初だけにこのラブメーターっていうのを書きましょうということで、ここにハローじゃなくて、えー、ここをな、まあ何でもいいんですけどね。 まあ、チュートリアルですから、お手本に合わせてラブメーターとしておきましょう。で、こうすると、実行しますね。実行すると、最初にラブメーターとこう、表示されて、で、消えます。これ最初に1回だけですから。で、ここを触れると、数字が出ると。 100分の3ここ3ラブメーター3、うん、愛情メーター3って出るとかなりショックかもしれませんね。だからそのあたり、あまり小さい値を出なくしたければ、ここを大きくしとくと、ある程度より大きな値しか出ないようになります。はい。で、これで出来上がりで、次へで。で、これ実際実物があると面白いんですが、だからこれを私はあの飛ばした方がいいですよって言ったのは、これ実物ないとあんまり面白くないんですね。 まあこういうプログラムを書けるっていう勉強するのはいいかもしれませんけど、実際のこのタッチセンサーっていうのはここを触ってみないと、で、友達で手をつないでやりましょうっていうのがメインなので、あまりこれ実物がないとあんまり面白くないサンプルになってます。まあ紹介しといて面白くないっていうのもあれなんですが、どういう場合を想定してるかっていうと、こういう絵の状態で手をつないで、 ここの一人がグランドで一人がゼロを触ると、ここ電流が流れるんですね。その電流を入ったっていうのを感知して数字が出るっていうふうにしてるので、まあこういうふうな遊びをしてみないと面白くないので、本当は実物があった方がいいかもしれません。で、少し補足をしておくと、バージョン2をお使いの方は、この入力の ここの点が2つでですね、バージョン2だったらここのブロック使えるんですね。こことは関係ないんですけど、このその他の下に、ここに、えっ、ー、と、このタッチされたとき、あ、すいません。ここじゃないか。こっちでもないかな。こっちでもないですね。実は、ほんとこっちか。この高度なブロックの、まあこれは知らなくてもいいかもしれませんが、この高度なブロックの中のその他ですから、だいぶ、 ここにですね、P0 のタッチの法則を静電容量にするっていう、まあ、ちょっとここに便宜上書きましたが、この静電容量方式っていうのは、触れた瞬間に静電気が流れているのを感知しようっていう方式です。これはあのバージョン2でないとこの切り替えできないんですが、古いマイクロビットではこの,こあの抵抗式っていうのにあの固定されてます。あなんか私、小さい顔で出てましたね。 こっちにしましまょうかとこれあの手が湿ってないとい,いまいち感度悪いんですよね抵抗式っていうのはで。特に大人になると手がカサカサになってくるのであまり反応しません。で子どもたちの手はかなりあの湿ってるというかウエットで、えーね、赤ちゃんの手なんかプニュプニュしてますが、まあ、そんな感じで非常に電気を流しやすい。 逆に言うと感電しやすいので電気は気をつけてあげてほしいんですがとこれをですね、大人でも子どもでも感度をよく測るにはこの静電用式っていうのに切り替えてあげるといいかもしれませんこの辺りはですね、実用的なプログラムを組む時にここを触った時に反応するっていうふうにしたければ、まあ、ここを これを設定してですね、静電容量式にすると非常に感度が良くなります。で、それからバージョン2になると、ここもセンサーになっていて、タッチセンサーになっているので、非常に、このボタンが実は3つなんですね、バージョン2になると。これバージョン2の絵になりました。これを削除すると、バージョン1に戻るんじゃないかな、バージョン1の絵で、バージョン2のブロックを書くと、実はバージョン2のブロックになります。はい。 ちょっと今日は関係ないあの最後に横道にそれましたがはいということで今日はラブメーターというのをやりましたこのサンプル残念ながらやっぱり実物持ってないといまいち面白くないので、えー、もしいいサンプルあればですねだからまあ あ子どもたちが放課後来たら遊べるよって言った子が放課後遊びに来たらじゃあこ,このサンプルっていうかこのチュートリアル面白いよっていう形で、まあ、数人が非常にこうマイクロビットをもっとやりたいっていう子にこの辺りを紹介してあげてこんな使い方もできるんだみたいなことを紹介するのにはちょうどいいチュートリアルになってるんじゃないかなと思います。 はい、今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルでは、この小型のマイ,コマイクロビットです、ね、の説明動画、毎朝朝6時に公開しています。もしよかったらです、ね、チャンネル登録していただいて、毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。